FM 802. Design your fantastic future. Fantastic future.1月19日金曜日、時刻は8時を回りました。坂東さやかさんのポッピンフラッグに代わって、ここからは FM802 デザインはファンタスティックフューチャー。こんばんは、 DJ ファンタスティックス中島聡太です。今から1時間南森町のスタジオから生放送でお送りします。よろしくお願いします。さやかさんからのバトンを受け継いで、スーパーノヴァめちゃめちゃ良かったですね。染みました。ありがとうございます。最後にそのままのね、こう気持ちをつなげていきたいなと思います。今週も1時間よろしくお願いします。先週ですね、録音ソタだったんですけども、中島ソタが今年新しく習得したらいい資格みたいな教えてくださいとか、どんな資格あるんですかって言ってたんですけども、あのメッセージ届いてまして、なんかね、ちょっと興味あるものがありまして、フォトマスター検定、写真系ですね。だから僕趣味がね、カメラとかフィルムカメラとか Vlog も撮ってるんですけど、フォトマスター検定があるみたいで、さっき調べたらめちゃくちゃ難しそうだった。焦点とかどれだけシャッタースピードとかの計算とかもあったし、これ撮るにはなかなか難しいんじゃないか。でも撮った時の、まあ、バラエティ番組とか、バラエティ番組メインで考えてるやんとかの時にさ、資格これあります、フォトマスター検定って言ったら、そこまであるんだとか、なんか雑誌とかも連載できるんじゃないかな、これなんか撮る側として、なんかそう考えるとね、やってみたいなっていうのと、もう一個ね興味あったのはラーメンソムリエ。これちょっとお父さん、これ撮った方がいいんじゃない、これ聞いてるでしょ多分ラーメンソムリエ、お父さんすんごい量食べるんで、沢さんにもね今日言おうかな。誕生日なんですよ今日。あのね、メンバーの佐本夏樹さんっていう方がいてですね、今日まさに誕生日で、会えてないんですけども、さっき沢さんに他のメンバーがケーキあげてる写真を送られてきたので、なんかそこで一緒におめでとうとか言ったんですけど、ラーメンが大好きなんですよ。なのでラーメンソムリエがあるよ、資格があるよっていうメッセージでお誕生日プレゼントで締めようかなと意味がわからないですけど、でもちゃんと買ってるんですよプレゼント、実はね。でもね、それもラーメン食べれるかも。器、竹の器言っちゃった、先に渡す前に、やばいやばいやばい。大丈夫、沢さん聞かへん、聞かへんっていうのもちょっといい、いや、まあ申し訳ないけど、聞かないように、あと皆さん内緒にしててください。そのね、 X でつぶやいてし、ポストしたら沢さん、あれこれ竹のなんかもらうなってなっちゃうんで、ちょっと内緒にね、明日明後日ぐらいに渡そうかなと思ってますんで沢さんおめでとうございます。そんな中で今夜はですね、2024年あなたが取ってみたい資格免許を、メッセージお待ちしています。受付は FM802 ホームページにあるリクエストプレゼントのバナーをクリック、よろしくお願いします。そしてあので、先々週か、やった We Can Do It に代わる新コーナー、ファンタスティックチョイス、これちょっと面白かったのでやりたいんですけども、今この後すぐ、もしくは今週末のちょい未来の案件で選択しなければいけないこと、こうチョイスしなければいけないことを、中島聡太の直感であなたのもう近い未来のためにチョイスしようかなと思います。こちらも受付は FM802 ホームページにあるリクエスト&プレゼントのバナーをクリック、メッセージの最初にファンタスティックチョイスって書いてからメッセージ打ち込んでください。もう本当に些細なことでも、大きな悩みでもいいので、でこっちの方がいいんじゃないですかっていうのを中島がバスンって、お届けするというコーナーになってますんで、よろしくお願いします。デザインはファンタスティックフューチャー、オープニングナンバーはこちらファンタスティックスの新曲で盛り上がっていきたいと思います。聞いてください、ファンタスティックスでダークマター。今日1月19日はのど自慢の日。1946年のこの日、 NHK ラジオでのど自慢素人音楽会が始まったことを記念したことが由来ってことで、僕がカラオケで歌ってみたいなって思った最近のヒットミュージックをセレクトしてみました。マルシーでラブソングでした。これはね、歌ってみたいですね。はい、めちゃくちゃいい曲ですね。FM802 デザインはファンタスティックフューチャー、 DJ ファンタスティックス中島聡太が生放送でお送りしています。メッセージもねちょこちょこ読んでいきましょう。ラジオネームななみさん、聡太くんこんばんは。こんばんは。実は今度大事なオーディションがあって毎日練習しているのですが、なかなか自信を持って歌うことができず悩んでいます。少しだけでいいのでエールを送れたら嬉しいです。いやー、これはね、頑張ってるから大丈夫ですよ。あとオーディションとかは多分ね、皆さん歌をうまく歌
えばいいと思って緊張しちゃうと思うんですけども、まあ、歌をうまく歌うのはもちろんなんですけど、それ以上にね、気持ちとか、その人が醸し出す、本当に、よう、なんか明るい気持ち、なんかこう人を変えたいとか、そこを見てる人とか、そこを届けることが一番大事なのかなと思ってますし、もう本当に大丈夫。何が、もう歌詞間違えてもいいし、飛んでもいいし、裏返ってもいいし、でもそれ以上に可能性っていうところを見てもらえたらなっていう気持ちで、笑顔で。まずね、一番最初に立った時に笑顔を見せれれば、本当に強いと思いますよ。なんかね、やっぱずっと緊張してると、最初の持っていく時、引き寄せる時がね、一番大事だと思うので、まず僕もオーディションの時はね、全員緊張してるなと思ったんで、前の人も後ろの人も。もういきなり笑顔で入ったんですよ。まあ、変ですよ。変だけど、笑顔で入って、もう見てください。お願いします。間違えてもいいっす。みたいな感じでいけば、気持ちは伝わるので、ななみさん、頑張ってください。練習ね、してるから大丈夫です。ラジオネーム、ももさん。そうたくん、こんばんちゃ、こんばんちゃ。先ほどツアーのグッズが解禁されて、やっとソタンジェルのキーホルダーがグッズになってとっても嬉しいです。そうだ。さっき、グッズ解禁されまして、そうたくん的おすすめの使い方があれば教えてください。ツアー楽しみにしています。そう、ファンタスティックスはですね、この今年の2月から、アリーナツアー、単独アリーナツアー、インターストラティックファンタスティックっていうものを回らせてもらうんですけども、それの、オフィシャルグッズが先ほど解禁されまして、で、全体での、まあ、タオルとかフラッグとか、まあ、いろんなものあります。今回も可愛いものがあるんですけども、それと同時に、LDH でメンバープロデュースグッズっていうものがあって、それぞれが出したいものを一個グッズで決めて、それをね、こう発売できるんですよ。で、本当に自分たちのやりたいもの。こう、で、ファンタスティックス今回ね、それぞれ何作るか知らない状態でやってるんですけど、みんなキャラもの、こう、それぞれの、なんか、キャラクターとか人に合ったキャラクターを作ってですね、それのグッズが、みんなね、可愛いんですよ、それが。ぜひね、チェックしてほしいんですけども、僕は、ソタンジェルっていう、キャラクターがあったんですけども、これは僕のキャラクターでして、まあ、自分で言うのもあれですけど、天使をね、モチーフにしまして、まあ、天使になっております。で、ソタンジェルっていう名前なんですけども、なんか、このキーホルダーを持ってると、いいことが起きるよっていうような、なんかね、そういう、お守り的なものにできるんじゃないかなと。ソタンジェルをずっと持ち運んでると、その天使がいろんな幸せだったり、ポジティブなものを持ってきてくれて、こう、いろんな生活してるときに、まあ、どんどん前向きになっていくよっていうような、本当に天使みたいなエンジェルのような存在でいてくれたらなと思うので、今までアクセサリーとかネックレスとか多かったんですよ。で、ファンの皆さんも、こう、わかりやすいグッズみたいなのが欲しいかなと思って、僕も欲しかったんで、ソタンジェルを作らせてもらったんで、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい。ということで、曲に戻ろうかなと思うんですけども、まあ、今月末、30日、31日、大阪城ホールでライブを行うアーティストの楽曲を、聴いていただきたいなと思います。この曲は、2015年の映画名探偵コナンのね、主題歌だったんですけど、めちゃくちゃ聴いてたし、歌ってたなっていう思い出で選んできました。それでは聴いてください。ポルノグラフィティで、オーリバル。お送りしたのは、アンバーバンデイで、キッズインザコーナーでした。こちらはですね、まあ、最近、聞いて好きだなと思った曲なんですけども、良い、こう、なんかメロディーラインだったりとか、裏に入ってくるトラックの遊び方がすごい好きだなと思って、ぜひ皆さんに知っていただきたいな、聞いていただきたいなと思って選んできました。はい、ありがとうございます。そして前半に言っていた、取りたい資格とか2024年何免許取りたいですかみたいなメッセージ送っていただきました。ラジオネーム、スルリンスのソタさん。ソタくん、こんばんちゃ、こんばんちゃ。私が今年取りたい検定は、化粧品検定1級です。そういうのあるんですね、確かに。2023年は2級まで取得できたので、ここまで来たら1級まで取りたいです。将来の夢であるエステティシャンの仕事にとても役立つなと感じているので、頑張って勉強して取得したいと思っています。すごい！化粧品検定、しかも2級まで持ってるってことですよね。もう勉強してしっかり残って、1級とかやっぱ難しいんですかね。細かいところまで多分出るんでしょうね。すごいな。やっぱ検定とか、やっぱ一回触れてみたいな。大輝くんとかはね、サウナ健康アドバイザー取ってて、めっちゃ勉強してるの見てたんで、ちょっと僕も今、燃えてきてます。皆さんにパワーをいただきまして。
もう一つラジオネームさえさん、そうたくんこんばんちゃ、こんばんちゃ。私は絶賛社会福祉士の、資格取得に向けて、あ、資格取得に向けて勉強中です、子供たちとの今と未来を守るために必要なのです。私はあと1年ほど勉強が必要なので、来年の今頃 DYFF で合格の報告ができるように頑張ります。素敵ですね、これは。まあね、まさにこう、今は僕はですね、ファンタスティックスというグループと、エグザイルビーハッピーっていう、グループを組ましてもらっていまして、そのエグザイルビーハッピーは、哲也さんが昔からキッズビーハッピーというプロジェクトで、子供たちに夢だったり、こう、いろんなパワーを送るっていうプロジェクトがあって、そっからできたグループなんで、こう、子供たちと一緒にどんどん夢を叶えていきたいなっていうグループなんですけども、絶賛ね、今、モーニングサンっていう曲を出させてもらってるので、こうなんか頑張るとき、それこそ資格勉強する前にモーニングサン聞いてからやっていただけると、あのパワーしか元気出るんじゃないかなと思います。サイさん頑張ってください。ラジオネームポエムさん、ソータくんこんばんちゃむ、こんばんちゃむ。私が今年取得したい資格はカラーコーディネーターとインテリアコーディネーターの資格です。4月から社会人になり、インテリア関係の仕事をするので、仕事に少しでも活かすことができるように勉強頑張りたいと思います。最後に、ソータくんのお家のインテリアは何かこだわりはありますか？確かにカラーコーディネーターとインテリアコーディネーターめちゃくちゃなんかいいですね。おしゃれだな。なんか僕友達ね、そのインテリアの関係にいた人がいるので勉強してるの見てたんですけど、相当難しい設計とかはある人はなんか結構計算とかあるみたいで、でそこにセンスも必要なので、これ頑張ってほしいですね。あと、そうたくんのお家のインテリアは何かこだわり、なんだろうな、リビングとかは結構ね、木が好きなので、ウッド調とグレーと黒、基本この3色でねまとめてるんですよね。なんかまとまりがあるというか、カーペットはグレーの薄いやつだったりとか、木があるんで、木と壁が木なんで、木に合うようななんかテレビ台とか、そのそれに合うようなやつをねいっぱい買って、で黒で押さえてとかで、そこに観葉植物を置くことでポイントがあって、で基本はねその3色でまとめてますね。あとはなんか暗くする、間接照明焚いた時に映えるような、なんか音楽聴くだけの時に落ち着けるようなのをちょっとね考えましたね。なんか引っ越す時にマサヒロと一緒に考えた、マサヒロっていうねバリスティックボーイズのグループでいるんですけど、一緒にね考えてくれたんですよ。ここ、これどうすかみたいな、ここの間接照明これいいっすねとか、いろいろね考えて、今はもう本当に居心地のいい家になっております。そんな感じですかね。はい、次ね、それではですね、次はですね、いよいよこの企画いきたいと思います。 CM の後はファンタスティックチョイス802 Design Your Fantastic Future FM802 Design Your Fantastic Future DJ Fantastics 中島聡太が生放送でお送りしています。ファンタスティックチョイスのコーナー行きましょう。ということで、こっからはですね、ファンタスティックチョイスっていうコーナーが始まります。これはですね、まあ皆さんの近々に起きる、まあ分岐点とか、こうどっちにした方がいいんだろうっていう決断を迷ってるのを僕に送っていただいて、中島聡太がまあちょっとこっちがいいんじゃないですかとか、こっちにしましょうっていうような決めていこうかなと思います。ラジオネームなほさん、ファンタスティックチョイス、そうたくんこんばんちゃちゃ、こんばんちゃちゃ。そうたくんに決めてほしいことがあります。それはバレンタインに友達にあげるものです。私は今バレンタインにクッキーを作るか、カップチーズケーキを作るか迷っています。なのでそうたくんに決めてほしいです、お願いします。これはですね、まあちょっとイレギュラーということで、カップチーズケーキで、これが僕のファンタスティックチョイス。これですね、ちょっといいの作ってきました。僕がこれですとか、こっちにしませんかって言ったら、これが流れるっておりますんで、AI でファンタスティックチョイスって流れますんで、よかったら聞いててください。めちゃくちゃ聞いててください。はい。ラジオネーム、みさきさん、そうたくん、こんにちゃんちゃん、こんにちゃんちゃん。私がそうたくんにファンタスティックチョイスしてほしいことは、弟へのプレゼントです。はい。中学生の弟は高校に進学のため、県外に出てしまいます。卒業祝い兼、これからも頑張れようのプレゼントを渡したいのですが、サプライズにするか、事前に聞いて渡すか、どちらがいいと思いますか？また、そうたくんが誰かにプレゼントするときは、どちらの方が多いのか、よかったら聞かせてください。これはもう、サプライズの方がいいんじゃないですか？まあね、好きなものとかわからないとか、
どうかな、聞いた方がいいかなって思うと思うんですけども、もうお姉ちゃんから、まあ弟のことも分かってると思いますし、弟も何もらっても嬉しいと思いますよ。で、頑張れると思います。ファンタスティックチョイス、よいしょ。この入れ所むずいな、まだ慣れてないんで、ちょっとね、もうちょっとお手柔らかに見てください。ラジオネームルカさん、ソータくん、こんばんちは。こんばんちは。選択してほしいことがあります。はい。今度会社の偉い人たちと話す機会があって、かしこまらずにいつも通りでとにかく楽しくすれば大丈夫と先輩に言われて、全力でツッコミに回るべきか、ボケをかましまくるか悩んでますもうおもろいがな。ソータくんならどうしますか。ソータくん、どっちも全力でやりそう。これはむずいです。究極チョイスです。これは、あ、究極チョイスです。もう作ろうかないらんな、絶対いらないです。これは、まあ僕だったらっすよね。全力でツッコミに回るべきか、ボケをかましまくるか。まあ全力でツッコミに回るべき。ファンタスティックチョイス。そう、これはなんか、まあ、舐めない程度にね、その優しい感じでツッコミも、まあ、敬語とか、いや、それは違うんじゃないですかとか、まあ、話しかけに行く感じですかね。ボケはなかなか難しくないですか。それで外した時とか、シーンってなった時のね、取り返しがなかなか難しいので、ツッコミという名のなんかコミュニケーション取っていく、バンバン行くっていうのがいいんじゃないかなと思います。まだ行けますかね。ラジオネーム関西さんの枝豆さんからいただきました。ソータくん、こんばんた。こんばんた。明日からファンタのツアーに向けてダイエットを始めようと思うのですが、ランニング3キロと縄跳び3000回どっちがいいと思いますか。これ合ってんの、釣り合ってんのかな。これ3キロってまあまあまあ、ランニングしてないから方からしたら結構長いのか。じゃあ僕的にランニング3キロ。ファンタスティックチョイス。縄跳び3000回はしんどいて、めちゃくちゃしんどいぞ。足パンパンになる。ライブでもね、ジャンプしてもらおうと思ってるんで、あ、でも大事か。それツアーまでに、この3000回までたら、ツアーの時めちゃくちゃジャンプしても最後まで、あの子すごくない？すごいジャンプしてないってなるですもんね。ランニングだったら走るから、ちょっとまあツアー中には使えないけども、そっかそっか、そう考えたら縄跳び3000回もいいね。ただ3000回って相当な、だってリフティングとかさ、あのちょ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 で3000回ってまあまあ長いんですよ。で、縄跳び3000回は相当難しい。一回やってみて、もう一度送ってきてください。3000回は無理だと。けどできたら相当ツアーではもうフルパワーで楽しめるんじゃないかなと思います。ダマメさん頑張ってください。これはまだもう終わりましょうか。という、こんな感じでですね、皆さんの未来をですね、僕が選んでいってるんですけども、本当にね、楽しい感じで、で間のね AI のファンタスティックチョイスもどんどん使い方を上手くなっていこうかなと思いますんで、よかったらたくさんメールを待ってます。そしてファンタスティックスな未来になることを祈っております。次の曲はビクトリアモネでグッドバイ。デザインはファンタスティックフューチャーの Be Funky No. Select。 今夜お送りした僕なりにファンキーだなと思った曲はマービンゲイで What's Going On でした。まあ、この曲はね、もう皆さん知ってると思いますし、僕もよく聴いてるので、もうファンキーだしいいなと思って選んできました。そして資格のね、メッセージ届きました。ラジオネームアスカさん、ソータくん、こんちゃーす。こんちゃーすいいね、この軽さ。こんちゃーす。取りたい資格は電車の運転手の資格です。ありがとうございます。終わった。電車の運転士の資格、そのまま運転士ってことかな。まあ、そういうのもあるんですよね。資格ってこと？普通、仕事？そっか、すごい。まあでも、いろいろあるですもんね。絶対に難しい免許とかね、確かにあるんでしょうね。すごい、頑張ってください。そして、よろしくお願いします。ラジオネーム、アリアリさん、ソータさん、こんばんちゃー。じゃあ、私の取ってみたい資格は、整理収納アドバイザーです。そんなあるんだ。めっちゃいい。私は整理整頓することが苦手なので、あえてこの資格を選びました。理由は苦手だからこそ、ちゃんと資格のために勉強すれば、きっと効率のいい方法が分かった上で、すぐに活かすことができて実践もできるし、これからの自分のためになるだろうなと思ったからです。楽しんで勉強したいと思います。素敵な資格の目指し方、
めちゃくちゃこの考えできる人整理整頓できるんじゃないかと思いますけど、でもそれ以上にってことですかね。自分の中では苦手意識があって、てかこれちょっと勉強しただけでも全然変わりそうですね。なんかその普通に過ごしてる中でめっちゃちょっと知りたいな、これに関しては。ありありさん、じゃあなんか勉強できたらちょこちょこ教えてくれませんか、この DYFF で。なんかこれ収納いいですよみたいな、ちょっとそれだけでも知りたいです。まあ僕らが勉強しようって話か。でもね、ありありさんにこうリスナーの皆さんに届けていただけると嬉しいですね。よろしくお願いします。ラジオネームルカーさん、ソタ君こんばんちゃ。こんばんちゃ。私が、今年取得したい資格は2級建築士です。いいね。勉強して頑張って取得して誰かにとっていい家を作りたいです。パワーください。この誰かにとっていい家を作りたいっていうその心意気が本当に素敵ですね。いやでかいわ、家みたいにね、でかい。いや変なこと言っちゃったわ。変な、で今スタッフさんがでかいわって言ったから、それにつられて家みたいにねって言ったけど、よく考えたんで、薄い薄い、すんません本当に。でも2級建築士頑張ってください。そして済ましてください。よろしくお願いします。さっきも言ったけど、よろしくお願いしますってなんなんこれよろしくお願いします。次にね、流す曲はですね、まあ、この曲は2022年の新海誠監督作品映画、すずめの戸締まりの主題歌ボーカリストとしても、もうね、本当に世界中を驚かしたシンガーソングライターのトワカさんのこの楽曲、僕好きでめっちゃ聴いてて、ぜひ多分もっともっとたくさんの方に知ってほしいなと思って選んできました。聴いてください。トワカでディスコードディスコ。今週末、スノボ、スキーなどウィンタースポーツを楽しみにしているあなたにセレクトしました。マカロニ鉛筆でメレンゲでした。 FM802 デザインはファンタスティックフューチャー、エンディングのお時間となりました。 FM802、 この後夜9時からは高木梨沙さんのロッキッズ802です。僕中島そとは来週金曜日、1月26日夜8時またここでお会いしましょう。ということで、まあ、今週もね1時間本当にありがとうございました。ですね、今ね、それこそ僕が出演させてもらっています、おっさんのパンツがなんだっていいじゃないかというドラマがありまして、今、1話、2話は放送されてるんですけども、3話が明日夜放送になります。そしてね、まさかの1話ですよ、東海テレビさんなんですけども、TVer での視聴数が連ドラで歴代で1位だったそうです。100万回以上超えてですね、そうなんです。あ、リサさんも拍手しに来てくれた。ありがとうございます。いやー、なので本当にこれは皆さんの盛り上げがあってですね、本当に嬉しいでございます。1話2話本当に話で、そして3話はですね、なんか大地くん今ね出てるんですけども、大地くんの恋の行方とかもどん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 出てくるので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。そしてそのね、その同じフジテレビ系列で明日は土曜は何するに出演させてもらいますので、ぜひ生放送見てください。そして違う曲ではあるんですが、1月22日19時から21時のカウントダウン TV ライブライブにもファンタスティックスとイーペックスでのコラボ楽曲ペパーミントヤムをテレビ初披露させてもらいます。これはもうぜひ見てほしいですね。気合入ってますし、あと僕とゆうせくんボーカル2人で、牧原のりゆきさんの冬が終わる前に、ん?間違えた。冬が始まるよ。さっき冬が始まるようですね、こう歌わせてもらいます、カバーさせてもらいますので、今ね2人で絶賛練習中なので、ぜひカウントダウン TV ライブライブ見て、そして SNS でも盛り上げてください。よろしくお願いします。それでは今週もありがとうございました。リサさんにバトンタッチしたいと思います。それでは、ラスト1分、あ、まだ1分あるんですか。あ、まだ1分ありました皆さんごめんなさい。そしてですね、まあ録音ソタもね先週やってたんですけども、来週というか今後かやっていくんですけども、それは DYFF 宛てのコーナーメッセージを随時受け付けてまして、新しい企画がありまして、あなたの未来を切り開いたデザインドマイライフソング、まあこの曲を聴いて勇気もらったなとか、何かある時常にこれ聴いたなとか、エピソードともにその楽曲を皆さんに紹介するコーナーでして、だから皆さんが今までの人生でこれに影響を受けて頑張れたんですとか、しんどい時にこれ聴いて頑張ってましたっていうエピソードともに、そう送っていただいて、僕がそれに話しながら一緒に聴けるような、企画があるので、ぜひこのデザインドマイライフソング、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。そしてそのソングを皆さんと一緒にシェアしていけたらなと思います。ちょうどね時間が来ました。ちょうどというか1分間違えてましたけども、今週もありがとうございました。それではラストに行きます。バイチャー、バイチャー、バイチャー。
6回でした。